長、お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは試合終えて、これだけの皆様に集まっていただきました。一言ご挨拶いただけますでしょうか。人が多すぎて本当に笑っちゃうぐらい。ありがとうございます。さあ今日はですね、3回から5回まで、まあ、ロングでのピッチングでしたけども、ご自身で内容を振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、危ない打球も、野手のちょっとじゃあマイクを近づけて大きめの声でいきましょう。危ない打球とかも野手の人が、ファインプレーで助けてくれたんで、僕もリズムに乗って、投げることができました。はい、はい、先生、スターソースのファインプレーもありましたね。このロングのピッチでしたけども、ブルペンではどんな準備をされていましたか。もう今日は早い段階から準備をしてたので、もう行くって言われ、あ、違います、そういうのじゃない。まあ、一昨日は伊野投手が8回まで投げて、山口投手も昨日9回を投げてっていう、僕の立場が、そういうことですね。そういうロングリリーフの、はいはいはい、いつもその早く準備をしているので、はいはい、心の準備はできてました。はいはい、その中で素晴らしいロングリリーフになりました。さあ、小杉投手、今シーズンここまで6試合に登板、防御率 0.00 と。この辺りご自身で今シーズンの、まあ、調子というか、自信、ご自身がマウンドに上がって、どの球が一番自信がありますかね。やっぱり、一昨年肩を手術してで、去年は全く思うように投げれなかったんですけど、今年はその不安がなくなって、思い切って腕を振れるまっすぐが投げれているので、それが、いい結果につながっていると思います。はい、ここまで、ね、本当に素晴らしいピッチングを見せてくれています。そして小杉投手、今日もちょっとヒーローインタビューでお話しさせていただいたんですけども、今日 DeNA ベイスターズのホームゲーム、ファミリーボールパークということで、ご家族連れの皆様に大変多く来ていただいております。で、小杉投手も、結婚されて子供でいらっしゃいますが、はい、ご家族ってどんな存在ですか、小杉投手にとって。そうですね、本当に辛かった、リハビリの少々お待ちください。本当に辛かった時期を、支えてもらったんで、本当に感謝しています。はい、その思いを受けてのマウンド、今日ではどんな報告をしましょう。そうですね、まあ、帰ったら、まあ、いつも通りありがとうって言って、はい、感謝の気持ちを伝えたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、これだけですね、多くの方に集まっていただきまして、今ちょうど目の前にはですね、小杉投手のユニフォームを持っていらっしゃる方もいらっしゃいますので、小杉投手、ちょっと質問なんか聞いてもいいですかね。答えていただいても今気持ちを大丈夫です、大丈夫です。よろしいですか。ではちょっと失礼します。小杉投手のボードを持っていただいて、小杉投手に聞きたいことがあればぜひ。ちょっと無茶ぶりだったので一回考えていただいて、さあ、小杉投手に悪いことを質問してみたいという方。あ、じゃあ男性のこといきましょうか。あ、手挙げてたわけじゃない。小杉さんは JR 東日本にいたんですけど、何の仕事してたんですか。ですね、一気に話が変わったので、多分小杉投手の心の方が大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、広報課というところで、朝を、新聞を並べて上司の方にお茶を出して朝机を拭いてっていう場所でした。その気遣いがあってこそのこの最新のピッチングですから、よろしくお願いします。はい、では思い浮かびました。あ、もう考えた。でも、もう一人ぐらい行きましょうかね。あ、じゃあ女性の方行きましょう、目の前に。はい、失礼します。一番仲がいいチームメイトは誰ですか。一番仲がいいチームメイトは誰ですかという質問ですが、一番仲いいのは、武宏が一番仲良くて、はい、で、いつもピンチの時とかもマウンドに来て、声をかけてくれますし、はい、プライベートでもすごい仲いいので、うん、はい、いつも
タケと、はい、一緒に、はい、来ます、はい、いや本当に石川選手の今日のファインプレーっていうのはすごく心に響いたんじゃないですか。いやもう本当にいつも助けてもらってるんで本当に、はい、ありがたいです、はい、いいお言葉いただきましたということでございました。OK、OK、OK、 では最後の質問にしましょう。一番好きな食べ物は何ですか。分かりやすいですね、分かりやすいです。ではちょっとだけ質問をちょっとだけ出してください。奥様の手料理で一番好きなもの教えていただきましょう。オムライスが一番好きです。いいですね。今日帰ったら作って待ってくれますかね。そうですね、はい。ありがとうございます。さあではですね、コディ同士まだまだこれから登板続きますし、ゴールデンウィーク多くの皆様がご来場いただきました、次の試合に向けて意気込みをお願いいたします。明日から1週間遠征行ってきますが、全部勝って横浜に帰ってきます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれではコディ同士をバックにアイラム横浜でコールをして写真を撮ってアンコール披露を締めたいと思います。ではマイクをお預かりいたします。